ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー。島パトに行ってまいりました。今回は着痩せのスペシャリスト岡田ゆりさんのアイテムをお得にゲットしちゃいました。今回はもう一つ、フナピーが衝動買いした可愛いアイテムでございます。まずは、はい、こちらでございますね。デニムワンピースでございます。岡田ゆりさんのデニムワンピースだから、ただのそんじょそこいらのデニムワンピースとはわけが違うんでございますのよ。はい、商品情報はこちらでね。サイズは LL でございます。お色は淡青。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み2189円のところ990円にお値下げされておりました。幅広い季節に活躍する、使いやすい、今っぽく着られるデニムワンピースでございます。綿 100% の素材で、柔らかくトゥルッとした生地でございます。薄い色だけど透け感はございません。ワンピースとしてはもちろん、この小さいブラウンのマーブル状のボタン8個を外せば羽織としても着回せるので、コーデの幅も広がります。細めの共布のリボンベルトにベルト通しもついております。しかも両サイドにはシームポケットがついております。ポケットはこんな感じね、袋状のものになっております。結構大きゅうございますわよね。ネックラインのキーネックや肩の細かいギャザーや前後差あるラウンドヘムも、岡田ゆりさんの着痩せのこだわりが感じられるデニムワンピースでございます。はい、そしてフナピーが衝動買いしてしまった可愛いアイテムでございますわね。はい、こちらでございます。ちいかわベストでございます。すっきり見えるとか似合う似合わないは度外視して、ただただひたすら可愛い、眺めているだけでも癒されます。そしてこっそり着てみて一人でほくそ M、 ちいかわベストでございます。サイズは M から L、 お色はモスグリーンで、税込み1969円でございます。前身頃は肩の部分のアジャスター付きで、長さ調節が可能となっております。ごっつめのジッパーに長めの引き手、前身頃には大きなポケットが両サイドに一つずつついております。左側にはうさぎとちいかわとハチワレのタグ、右側にはちいかわのプリントがついております。後ろにもね、ほらちいかわのプリントがついておりますのよね。かわいいでしょ。そして両サイドにはスリットが入っています。ポリエステル 65%、 綿 35% のパンと張りのある生地となっております。結構しっかりしております。縫製もとっても丁寧な作り方になっておりますね。しっかりとしたお作りのベストでございます。まあプリントって言った感じでね、もったいなくてそんなに着れるって言った感じではございませんけど、ちいかわ好きにはたまらないアイテムでございます。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、
もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、岡田ゆりさんのデニムワンピースでコーディネートしてみたいと思います。キャスケット帽子にボトムスはゆみさんのピンタックパンツにローファーと黄色い靴下も履いちゃって、黒いバッグでモノマネコーデをしてみました。やっぱり黄色い靴下がアクセントっていった感じでございましょうか。そんなカジュアルコーデでございますわね。なかなかねこういうコーデはしないので、ふなぴー的には新鮮でございました。はい、そして今回購入した岡田ゆりさんのデニムワンピースでございますわね。164センチのふなぴーで LL サイズを着用しております。落ち感のある生地にゆとりあるサイズ感で、体のライン拾いにくく楽ちんな着心地でございます。ただこのまま着てしまってはズトンとしてて寸胴に見えてしまいます。寸胴なんですけどね。なのでついているリボンベルトを使ってみましょう。このリボンベルトを後ろで結ぶと、はい、こんな感じでね結んで、はい、ちょっとねメリハリができてすっきり見えます。またリボンを後ろには通さず前だけ通して、はい、こんな感じでねリボンを前にするとウエストマークが作れます。後ろはこんな感じね、肩の下がったドロップショルダーで腕は動かしやすいし、細かいギャザーが入っているので肩周りがすっきり見えます。そして長袖はゆとりある長袖で、カフスにはボタンが一つございます。これはちょっと腕まくり、あ、できるかな、サッとじゃないけど腕まくりもできちゃいます。結構落ちない。そして前後差ある裾で、裾はラウンドヘムになっているのでカジュアル感のあるシャツワンピースとなっております。ボトムスとレイヤードするときにね様になりますわね。そして後ろ身ごろはヨークに細かいギャザーが寄せられているので、フナピーのハーミニクちゃんたちも気になりません。このね立体的になっているのがよろしゅうございますね。はい、大丈夫でございましょう。はい、そしてもう一つ購入したものがございますわね。ちいかわビストちゃんでございます。はい、こんな感じでテンション上がっちゃいますわね。では次行ってみましょう。シャツワンピースのこのキーネックがお顔周りをスッキリさせてくれるので、よりスッキリ見えするためにボタンを一つだけ外し、インナーはフラッシュブルーのシアーメローシャツに、ボトムスはひなさんの花柄フレアスカートに黒のパンプスと黒のバッグでコーデしてみました。裾の花柄フレアと黒のパンプスでカジュアルダウンさせたコーデに仕上がりました。今回はリボンは前で結んでウエストマークを作るんではなく、後ろでこんな風にね結んで前をすっきりね、またカフスのところをちょっとボタンを外してロールアップして、こんな風に
メロを見せた手首を見せるのも抜け感があってよろしいんじゃないでしょうか。では次行ってみましょう。シャツワンピースを羽織として着用し、ひなさんのポーカーワンピースに、足元はムムさんのチェンローファーと、持ってるバッグはユニクロのラウンドバッグで、気負わないカジュアルコーデにしてみました。シャツワンピースを羽織として着用すれば、まっすぐなラインを強調し、よりすっきり見えします。ワンピースにも右側にポケット、そしてシャツワンピースにも両側にポケットついておりますので、機能的にも嬉しゅうございますわね。今回は岡田ゆりさんのデニムワンピースでコーデいたしました。モノマネコーデですっきり見えからのちいかわ、カジュアルダウンしたレイヤードコーデ、ワンピースに羽織として着用した気負わないカジュアルコーデ、さてふなぴーのお気に入りのコーデは、はーい、こちらです。これでふなぴーのシノコソ&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、今日もやっちゃうわよ。じゃんけんよ、いくわよ。はい、じゃんけんぽい。うなぴーはグーにしております。どうでしょう。はっ、久しぶりに後ろ見ちゃおうかしらね。